風の技、風の技、風の技。あれだ、竜巻旋風脚、ドゥルルルルルル、シュン。あ、お、強そう。光の、あ、てか効果書いてあるのか。周囲に隠された真実。かっこいい。何を使ったの？え、何が隠されてたんだろう今。なんかいい音がする。下かな。あ、これを使ってる間多分何かが見えるようになるのかな。ここかな、多分。多分数字のところに何かが浮かんでこない。ここじゃない。となると植物か。いや、なんかいいですね。ヒントもしっかりありますし、普通に魔法が使えるってやっぱ素晴らしいですね。あれ？あ、何これ。なんかできてる、なんかできてるけど、なんだろうこれ。わからない。煙ができて、え、何かができてるけど、これは何を示してるんだ。あ、これ床だ。床のマークだ。一個だけこの色の床があったんで、なんてテトリスみたいなやつプラス左下か。上3つと右端左端、ちょっと行ってみましょう。確かこれ床の、一番最初の床ですね。これだの、ここ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 を、あ、もう一回あっこ使うってこと？二回も使うことなんてあるのかな？あ、こっち閉まってる。なんで水を使って、これかっこいい。水が一番かっこいい。で、シャベルで、あ、ここもこのブロックになってる。ここ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 。いや、面白い。あ、あれ？そういえばこれ3つ集めるのが目的だったような気がする。1個足りない。ということは多分これだな。あ、ほら、あ、なるほど。右2つの両脇、最初に使ったやつをまたもう一回使うってすごいですよね。右2つと両脇すると、なるほど。で、登る。すごい、なんか時代を巡ってる。時代を巡ってる？なんて言うんでしょう。あ、え、これ、英語か。トゥーランズオブルロロ、あ、え、これは、え、全然わかんない。え、どういうことだ。光かな。なに。あれね、パスワードって言ってましたけど、パスワード向こうにありましたよね。あの上は何だろう。ディレクション、ディレクション、SEW コンパス、 SEW
ウエスト、イースト、あれもう一つ何でしたっけあれサースか、んちょっとやばい、英語力のあれでクリアできないかもしれない。え、でもだとしたら何なんだろう。S が何個、 E が何個、 W が何個ってこと。あ、わかった、わかりました。すいません、私がバカでした。これローズか。ほんとローズの茎の数ってこと？もう見てこいと。で、S に何個、E に何個、W に何個。なるほど。英語の勉強もできる。バカがバレるな。ということはだ。これを持って。確かにあの部屋確か E とか書いてあったんで。よいしょよいしょ。ここですね。S、 え、あのパスワードを聞く、どっちに入れるんだ。こっち側に入れるのかな。こっちが N、 N、 S、 E だから E、W か。あれあれ、ちょっと待ってよ。北南、うん、そうですねあ、の、このこれの数か、多分。だから N、 あれ N ってありましたっけ。いや、 N はないんだな。あれ、さっき順番なんだったっけ。 SEW か。S が1個、 S が1、E だから、E、こっちか。 E が1、2、3、4、5、で W が1、2、3、3。え？あれ、ここのパスワードまた別なのかな。153、数え間違いかな。いて、お願い、合っててくれ。153で来い。合ってますね。153。お、オッケー。あ、なるほど。じゃあ、あっちのパスワードはまた別ってことか。でもこれで3つ揃ったので、ほい、なるほど。475、すごいなこれ。魔法使いってこんな気分なんだな。475ですね。覚えておこう。475475、これでゴールかな。はい、来ました。475押します。 OK。なるほど。皆さん、お待たせしました。行きましょう。落ちます。そして、どうなるんだろう。どうなるんだろう。待って、気になるぞ。真っ暗だ。あ、待って、怖い。意外と怖い。助けて。帰れない。脱出おめでとう。これにて試験は終了である。合格の証にその杖を贈呈しよう。贈呈？進呈しよう。今から我々の同志。お、魔法使いだ。かっこいい。おー、なにこれ。
すごい、もう勝手にサムネみたいのできた。何これ何これ、遊びたい。あーすごい、ここ座ろう。これから魔女会議を始める。全然座ってくんない。あーなるほど、あそういうことか。これを取ってつけて、ヨガファイヤー。やばい、さすが上級魔法使い、びくともしない。はあなるほど。でこれは家に戻る。スペクテイターモード、スペクテイター、ちょっと見ましょう。はい、ファーラガーと申します。本マップをプレイしていただきありがとうございました。本マップは2作目ということで、前作よりも難易度と所要時間を控えめにしたつもり。その代わりに演出、そうですね、演出がめちゃめちゃ面白い。お、いいですね。1作目もこちらですね。あ、いいな。ちょっとこれ押してみましょうか。このスペクテイターモード、あ、なるほど。まあクリエイティブみたいな感じですかね。はあ、こんな感じだったんですね。こうやっていって、まあ背景というかね、どんな感じになってたのかっていうのが見えると、あすごい、回路もちょっと見える。あすごい、コマンドもある。あーいいですねこれ、こうやって、あなんか自分の顔が見える。いいですね、こういう風に撮れるのも新しいですね。クリエイティブモードだと自分がどうしても入るので、こうすると自分が見えないモードで見れるってことですね。ちょっと一番いい景色から最後の挨拶をしようかな。やっぱこの角度かな。え、どれぐらいがいいかな。ちょっとこだわっちゃうけど、あんまこだわってるのもあれなんで、こっちからにしよう、たまには。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。もう感想とすると面白すぎます。いや、今までの脱出系マインクラフトと比べて、ま、確かに謎は結構簡単でした。うん、割とスムーズで、かつ、ま、でも分かりやすいっていうのも非常にいいとこだと思うので、あと何よりエフェクトが面白い。まず魔法の要素とかが本当に面白くて、もうこれぜひね、皆さんには私の実況を見る前に遊んでから見てほしいぐらいですね。初見でこの楽しさを味わった方が絶対いいと思うので、という言葉をまあ今終わりの段階に言ってもしょうがないんですけど、まあものすごく面白かったです。これはちょっと一作目もやっちゃうなって感じですね。というわけで今回、まあ魔法な家からの脱出をして、まあ無事魔法使いになれましたということで、私も今日から魔法の力を使って、まあそうですね、風の力かな。でまあ風の力で街行くね、まあ女の子のスカ